皆さんこんにちは、花です。今日は RMK の製品を使ってトレンドの青みピンクカラーを取り入れたメイクをやってみたいと思います。それでは早速スタート。まずは下地から塗っていきます。下地は乳液みたいに伸びがいいメイクアップベースを使用しました。手で全体的にムラなく塗っていきます。ファンデーションはアットコスメベストコスメアワード2014ベストクリームファンで第1位を受賞した人気のジェルクリーミーファンデーションを使用しました。こちらはカバー力があるタイプのファンデーションなのに、つけ心地がとても軽いので最近気に入っています。今回はツヤをより綺麗に出すためにもブラシを使用しました。アイブロウはパウダーアイブロウ N のグレーで、まず足りないところを足していきます。その後にブラウン2色を混ぜ合わせてふんわりと仕上げたらアイブロウは完成。次はアイメイク。カラーパフォーマンスアイズ04番のメインカラーである真ん中のボルドーカラーをチップに取って、少し太めにラインを引きます。その後にブラシで同じカラーを取り、上からふんわりと重ね単色グラデーションを作ります。次に右のパールがとっても綺麗なベージュをブラシで目のくぼみあたりにふんわりと重ねて、さらにグラデーションを作ったら上まぶたは完成。下まぶたにはベージュとボルドーを混ぜ合わせたカラーを全体的に塗りました。アイライナーにはインジニアースリクイッドライナー EX の04番メタリックローズというとっても可愛いカラーを使用しました。カラーライナーとしてがっつり使うというよりも、アイシャドウの締め入れという雰囲気で使いたかったので、細めに、そして目の形に沿ってラインを入れました。そしてマスカラにはダブルカラーマスカラ01番のブラックピンクの黒を上下のまつげにしっかりと塗りました。今回私はピンクを使用しなかったのですが、ピンクを下まつげに塗っても可愛いと思います。そろそろファンデーションが肌に馴染んできたと思うので、ここで T ゾーンにだけパウダーをはたきました。アイメイクとチークにはカラーをしっかり使うので、チークには控えめのカラーであるカラーパフォーマンスチークスの03番ブロンズベージュをチョイスしました。こちらを頬骨に沿ってナチュラルな血色感を出すようにつけました。こちらのチークはみずみずしいツヤがとっても綺麗なんです。そしてメインのリップにはアットコスメベストコスメアワード2016上半期新作コスメ大賞を受賞したリップジェリーグロスの EX03 番を使用しました。一塗りでプルンとした何とも言えない唇が作れちゃいますし、グロスなのにベタつかないとこも魅力です。以上で完成です。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様もトレンドの青みピンクカラーを使ったメイクにチャレンジしてみてください。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバーイ。